これから私の持っているこのキースヒアリングの絵がどのくらいの価値があるのか探しに行きたいと思います。キースヒアリングさんのビルディングつきましたよ。エレベーターで5階に上がりましたけど、このエレベーターの中のこの降りたところから彼の演出になります。わあ、すごいエキサイティングセンス。ここのボルディレクターであります、ジルさんとこれからお会いします。Come with me, let's talk about New York. は毎年恒例の、バーベキュー、カントリーハウスのバーベキューを、します、夏の始まりはやっぱり、この犬のパーティーからいつもスタートします。2022年の夏、初めてのバーベキューの日です。で、毎年毎年いろんなお客様が、来ていただけるんですけども、やはりこの夏の幕開けはこの犬のパーティーから始まるのが毎年の恒例です。私がいつも焼くのは、マリネートした、ビーフです。で、このマリネートはバーボンとかお醤油とか、それからジンジャーだとかニンニクだとか、そういうので漬けたお肉と、それからあとあのチキンですよね。チキンもこれもやっぱりジンジャーと、なんかちょっとオリエンタル風の味に前の日からマリネートして用意いたします。それと野菜なんですけど、野菜はやっぱり焼いて美味しいのはオニオンとかキャベツとか、割とどうってこともない、あとズッキーニですね。日本はあるかどうかわかんないんですけども、ズッキーニ、そしてあのピーマンですかね、赤いピーマンで、これがまあ定見版の、そのバーベキューのものなんですね。皆さんたくさん食べてますよ。はい、こっちも食べてる姿をみんなゆっくりして、皆さん犬はそっちロケで食べてます。Hello, you're welcome. Thank you, please. Welcome, please. You invited me. Please come on in. Welcome to the Keith Haring Studio. That's nice. That is a really nice that you have locked, huh?That's really amazing. So he was a painter here. This is where he painted. 私のお友達である高子さんの紹介でこのジルさんを訪ねることができました。And you see paint on the floor still? Wow. It's almost as if he was here yesterday. So we maintain it as a workspace. This is where the Keith Haring Foundation operates. And then the art people.Have offices here. So our, I see. This is the office. On this side is offices. These offices didn't exist when he was here. They were built after he passed. I see. But yeah, this is one of the last things that he created. It's very rare to see anything signed by Keith Haring that says 1990. 1990? Because he passed in 1990. 1958年、ペンシルベニア州にお生まれになりました。それであのこの時ね、あのなんかガールフレンドと一緒になんか逃げてきたっていうか、ニューヨークに出てきたらしいんですけども、その時のガールフレンドで、あの少しすると本人はやっぱり自分はこのガールフレンドじゃなくてボーイフレンドの方が合ってるんじゃないかっていうことですね、なんか気がついたそうだと言ってました。で、あの今、バスキアさんと、とアンディ・ウォルホーとともにこのポップアートの世界では先駆者としてとても有名なのがキース・ヘリングさんです。基本はあのみんなそうなんですけども、ね、またバスキアさんも27歳でお亡くなりになられたんですが、このキースさんも32歳でエイズで亡くなられました。So you follow me this way and I apologize for all the boxes.ここのファンデーションは、彼のいろいろなあの作った本ですよね。それを全部こうあの集めてます。もう今はね、こうコンピューターで、Google すればいろんなものが出てきたりするんですけど、あ、ここにあの彼の履いてた靴がありますよ。すごいじゃないですかね。もう何十年も昔からこういうスニーカーにこう絵を描いたりして、多分、100万円とか200万円とか300万円とか、するんじゃないでしょうかね。
で彼 の、 あの足のサイズが10って言いましたから、日本でいうと28センチぐらいですかね。でその他にもですね、これ彼が生前ずっ と、読んだ本だそうです。なんかすごい数のね本を集められて、そしてその中にはウォルト・ディズニーにもすごくインスパイアされて、でその中でね日本人 の、 あのアーティストもありました、名前は皆さんのご存知の村上さんです。でこれなんですけど、これあの全部彼が出た記事ですね、雑誌の記事とかをこのまんま撮ってるそうです。もう今でしたらねファイルをコンピューターの中に入れればいいんですけども、これは全部アナログで全て彼が今まで出た、雑誌ですとか、それからいろんなあのアドバタイズ、まあ、アドバタイズっていうんですよね、彼の記事ですよね、そういうものを全部ここに撮ってるそうです。The desk is, you know, the desk we have at a storage site, and you know, and this is a lot different from when he was here with us. This is now the archivist, and this is the collections assistant's office. So now this is really like office space, but this is literally where he sat. ね、このジズさんが彼が生前使ってたこのアトリエを紹介してくれたんですけれども、ここからですね何億とか何十億の絵が将来生まれるわけなんですけど、あの絵って、まあ、あのいろいろねこう作品スカルプチャーとかペインティングとかアーティストっていうのは大体いろんなものをクリエイトなさるんですけど、あの他の物件とか例えば物と違って投資の中でこの度なんかすごいいいなと思ったのは、ただ飾ってあるだけでどんどん自然に値段が上がっちゃう、まあ下がるのもあるのかもしれませんけれども、大体どんどん上がってるんですよね。そのいい例が2016年に前澤友作さんが66億円でお借りになられたバスキアの絵が110億円になったんですよ。たったの何年間、6年間ぐらいでしたかな。だけど6年間ぐらいの間になんと50億円も上がる投資ってそんなにないと思うんですよね。A Japanese Apple, like, なんだっけ、Uniqlo. The time of the, you know, of your officer to decide to walk away, or they were approached?I don't know who approached who, but we've had a relationship with them now for over 10 years. あの今回勉強させていただいたんですけど、なぜこんなに絵が素晴らしいのかというと、いろんなところでですね、あのコラボしてできるんですよね。亡くなった後も、彼たちがいろんな会社とコラボレーションして、例えばファニチャーカンパニーとか、例えばアパレルとか、あといろんな、まあ、シューズも含めてですけども、そういうライセンスを、ね、売ることによって、またこれもずっと永久にお金をアーニングできるということを本当にあの学びました。なんかジルさんがお帰りにキースのこの、あのとコラボした商品がここにあるので、これどれでもいいから持ってってもいいよってなんか言われて、みんななんか急に目がペペって変わって、まあ、必死になってですね、この箱の中をまあ漁ってるっていうか見つけてましたけれども、いやいや、actually これはこういうの、That's so cute、これ可愛いじゃない？ That's too big though。 これなんだろう、What is this？ 開けてみ、What is this？ 開けちゃった、でもこれ開けちゃった悪くない？ You know, this is a trainer。これも聞いたので、これにしようかなと思ってます。This is maybe better. もうスモールサイズね。This is happy. Happy, happy. Thank you very much. ありがとうございます。ありがとうございます。